愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。1月11日木曜日、皆さんおはようございます。さて、新月、いよいよね、今日は新月です。で、今日はですね、2つの、お話をですね、大きく分けてさせていただいたらと思います。一つは、いつものね、星予想で今月の今日の新月のねお話で、この新月のお話はこの私たちこの2024年全体に言えることなんじゃないかと思うんですよ。で、この新月の今回の新月っていうのは本当にこうある意味こう今年の象徴的な、私たちがどういうふうに生きるのかっていう、この一人一人の、私たち一人一人がどういうふうな方向性にこう向かっていけばいいのかっていうのをこう象徴しているような、今日の、新月のエネルギーなんじゃないかなっていうふうに思うので、その話と、でもう一個は、これから起こるであろう、あくまで予想ではあるんですけど、もうそんなに遠くない、時期からこう始まってくるんじゃないかなって思う、この金融に関しての大きな変化ですね。で、この金融に関しての変化を、ちょっと2つのね方向性からお話をしたいなっていうふうに思っています。まず、こっちの金融に関して、金融とあと投資ですね、新NISAっていうのが始まりましたが、この株も昨日が、バブルの時よりのもうさらにねこう最高値になったっていう、こう市場がすごくこう盛り上がってる、一見盛り上がってるように見える、この、投資の世界なんですけれども、これがいよいよですね、もうすぐ終焉が近いんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。で、ちょうど昨日まだ、最新ですね、2週間前にアップされたばっかりの世界三大投資家の一人、ジム・ロザース、氏の対談動画がですね出ていて、まあ、これをですねぜひ皆さんにシェアさせていただきたいなっていうふうに思っています。で、これは第1話から第3話まであるので、よかったらですね、これ全部シェアしときますので、見てみるとすごくね勉強になるんじゃないかなと思います。で、やっぱりこう私たちがこれからね、この向かって、このなんていうのかな、こう通らないといけない、道というかね、この困難な出来事の大きな一つがこの金融と、この株の暴落と、この問題じゃないかなって思ってるんですよ。で、それをジム・ロジャースさんが本当に分かりやすく説明して、くださっているので、これはぜひね、このなんていうかな、この、覚悟というか、本当にこれを聞いて一人一人が、何を準備したらいいかっていうことも考えないといけないんじゃないかなって思うんですよ。でもそんなに遠くない、早かったらこの1ヶ月ないぐらいにもしかしたら来るかもしれない、もしかしたら4月5月までかなと思ったり、遅くてもこの年末、今年の年末ぐらいにはもう結果が出てるんじゃないかなと思うんですけど、私はどっちかというともっと早い、この前半に、来るんじゃないかっていうふうに思っているので、ぜひね、このジム・ロジャースさんの話を聞いていただきたいなと思います。と、もう一つはですね、昨日のニュースで
出ていて、こうちょっと思いついてですね、ホロスコープを作ってみたんですけれども、あのビットコインってね、皆さん知ってますよね。あのブロックチェーンという仕組みを作り出した、一番最初に作り出した人が、あの実際に日本人かどうかわからないんですけれども、名前は日本人のサトシ・ナカモトっていう人がこのブロックチェーンという仕組みを作った人なんですね。でこの人が一番最初にそのブロックチェーンのことを載せた、アップした日があるんですよ。でそれがちょうど日にちも時間も全部記録が残っていて、でそのブロックチェーンが誕生した日っていうことで、その日のホロスコープをですね作ってみたんですよ。でこのホロスコープがすごく象徴的なホロスコープなので、まあ、皆さんにねちょっとこのホロスコープをね見ていただきたいなっていうふうに思います。それではここからは、ビットコインを最初に開発したサトシ・ナカモト、と名乗る人の、最初の論文が、発表された日の、発表された時間のですねチャートがこのね今、見えている、ホロスコープになります。2008年の11月1日、16時16分、33秒っていうね、ゾロ目の、時間帯にですね、サトシ・ナカモトとね名乗る人が、ビットコイン、ブロックチェーンのね、開発をしたという、まあ、記念すべき、一番最初の論文がこの時間に、発表されたんですね。でこれをちょっと見ていただけたらねすごいなと思うんですけれども、まず、この MC にぴったりとこの木星が、かかってると思うんですけれども、でまたこれがヤギ座の木星で MC なんですね。なので本当にこのね、たまたまこの時間がちょっとずれてたらね、また全く違う意味になるんですけど、本当にこの時間に発表したっていうのはもうこうある意味こう宇宙のこう流れに乗ってるというか、宇宙の導きでこうなってるんじゃないかなっていうふうに、まあ思ってしまうようなチャートなんですけれども、 Q ハウス、MC にいるんだけども若干 Q ハウスにいますよね。なんで本当 Q ハウスっていうのはこう新たな世界とかね、新たな可能性とか、あと、まあ、こういうこうなんていうかな、この今までとは違うこう新たな世界がここで開かれるっていうね。しかもこれがヤギ座なので、それがこう仕組みに、新しい仕組みになっていくっていう、で木星が関わってるので、それがまあどんどんねこう広がっていくっていうね、まあそれをこう予見するかのような、まずはねこの MC、ヤギ座木星、なんじゃないかなと思うんですよね。でアセンダントはギリギリお牛座なんですね。なのでやっぱお牛座といえば金星、豊かさですよね。お金とか経済とかも、関わってくるし、お牛座はこう変わらないもの、こう頑固にもう一度作ったらなかなか変わらないものっていうね、それがゼロ度でちょうどアセンダントになってるっていうところも、まあ、すごいなって思うんですけど、でその金星がですね8ハウスの射手座なんですね。またなんでこれもやはりこの金融とか、新しいこの通貨、新しい金融が8ハウスなので生まれ変わるみたいなね、まあ、そんな意味がここにもあるんじゃないかなと思うんですよね。でさらにこの金星が、海王星とキロンと、60度になってるんですよ。でさらにこの水星も、
60度になってるんですよね。なんでここでこう綺麗な、まあ、三角形ができてるんですけれども、なんでここで本当にこの海王星の導きみたいなのもあるし、さらにこの水瓶座ドラゴンヘッドで、もうまさにこれからの水瓶座の時代に向けてのこう新たな金融システムが、まあ、ここで出来上がるっていうね、本当にこうびっくりするようなチャートなんですけど、でさらに魚座にこの時は天王星がいて、でそれがまた90度でですね、この変化の、まあ、革新的な変化を12ハウス魚座、この見えないところから作っているっていう、もうここもですね、本当にこのなんかこう宇宙からの応援が入ってるというかですね、もう宇宙がこの新しい水瓶座時代に向けての、まあ、ここでですね、本当にこうエネルギーをこう注いでいるというかね、ここでも革新的な新たなこう金融の世界がなんかこう生まれたっていう、もう本当全てのこのチャートの全てがですね、未来を予見してるかのような、まあ、そんなチャートなので、今日たまたまこれを作ってですね、ほんとちょっとびっくりしたんですよね。なんでやっぱりこれからはこのサトシ・ナカモトが作ったこのブロックチェーンというこの仕組みっていうのは、もしかしたらそのビットコインがまた違う新たにできる、またもう一つ新たにできるかもしれないなとも思うんですけれども、どちらにしてもこの流れはもう止めることはできないなっていうことをね、まあ、改めて感じています。なのでやはりね、ここからもう金融システムは本当に大きく生まれ変わっていくんだろうなっていうことが、まあ、わかるね、この、ビットコインの生みの親、サトシ・ナカモトの、チャートをですね、今日はご紹介させていただきました。はい、それでは最後にですね、今日の、新月の、星予報をお話しします。今日の新月はですね、もう改めて、本当に今年の始まりにふさわしい111のね、1月11日というこの日にちもですね、本当にスタートの、数で、スタートするという、もう私たちがこれから向かっていく方向をね、何かを教えてくれてるかのような、そんな、新月が、まあ、今回の新月です。今回の新月はヤギ座の新月なので、本当にここからですね、古い仕組みがどんどん壊れていって、新しいその仕組み、新しい自分のこの生き方っていうのを、ここから、まあ、いよいよこうスタートさせて、そしてこう新しい自分をこうひたすら登っていくっていうね、ヤギ座なのでね、こう本当に一歩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 こう崖の上をね登っていくように、本当こう、自分を生きるっていう、そういうスタートの、今日は新月になると思います。なので、まあ、ここからこのもうちょっとしたら天王星が逆行が終わって全て巡行になるんですね。なのでもうここからは本当にこの巡行期間は特にもうひたすら登っていく、ひたすらチャレンジしていく、こういろんなことが起きてくると思うんだけれども、でもこの臨機応変にね、社会に適応しながら今ここに集中して駆け抜けるっていうね、もうまさにもうサビアンもそのまんまって感じなんですよね。で乙女座がアセンダントなので、本当にこの自分のこのスキルをこう上げていく、もっともっと良くする、もっと良くするっていうのが、まあ乙女座の性質なんですけど、なので本当にこう自分をもっとこうできるような、いろんなことができる自分にするためにですね、こう自分をこう実験台にしながらですね、
いろんなことを試したり、しながら、こう必要なものと必要じゃないものをね、こう分別していきながらね、で自分が本当にしたいことにね、これから少しずつつながっていくんじゃないかなっていうふうに思います。で星読み座談会の時にはね、いつもみんなに話してるんですけど、今この現時点で全てゴールまで見えてるわけではないんですよね。これはもう誰しもがそうだと思うんですよ。で私たちはこの目標を決めて、ゴールを決めて、ゴールに向かってこう頑張るっていうことを子どもの頃からね、こうさせられてきたので、何かこう明確なゴールがないとダメみたいに多分思ってしまう人が多いと思うんですよ。なんですけど、この今みたいなこの変化の時代にゴールなんて最初からわからないし、見えるわけないと思うんですよね。見えてる方が逆におかしいんじゃないかと思うんですよ。なのでゴールがないのが当たり前で、この最終的にどうなるかわからないのが当たり前なんですね。なのでこの今ここに集中して駆け抜ける、もうまさにこのエネルギーなんじゃないかなっていうふうに思います。このヤギ座の新月はこの今年1年、私たちがひたすらこの山の頂上を目指してね、出発する、まあ、そんな新月に今回なるんじゃないかなっていうふうに思います。新しい時代を生きる、私を生きる始まり、ぜひね皆さん、ここからもうもったいないですからね、何かしないとね。なのでここはぜひ今日から新しい自分に向けてね、今できることを少しずつでいいので、やっていっていただけたいなと思います。はい、ということで今日は、新月のお話でした。まだ金星が射手座にいるんですけど、まあ、徐々にね、射手座の後半に金星もこう向かっていって、で、この水亀座に冥王星が入った時もまだ射手座にはいるんですけど、多分後半になってくるとだんだんヤギ座のエネルギーが入ってくるので、この今ねものすごいこう高くなってる株はちょっと落ち着いてきて、で今度ヤギ座に入った時に私はちょっとこう注目、どうなるか注目 しないといけないんじゃないかなっていうふうに、思っています。なので、まあ、ここから先の投資はもう本当にこうリスクを覚悟でねやるとね思っていただいたらいいんじゃないかなと思います。万が一ね本当にすごい暴落することがあっても、もうこれはもう仕方がないなっていうふうにこう思うので、情報をねこう取りながら、ぜひこうされる方はした方がいいと思うんですけど、多分来る時はいきなり来ると思うので、誰も今日来るって分かってない、本当に突然やってくると思うので、ジム・ロジャースさんも言ってましたけど、ジム・ロジャースさんもね 2,3 週間前に、去年のこの録画した時の 2,3 週間前かなに、全部売ったっていう風に言ってましたけど、それぐらいねこう覚悟してね、やるならこうやるっていうね、風にした方がいいんじゃないかなと思います。いつ来るかわからないっていう点でね、もしかしたらまだ上がるかもしれないけれども、でも下がる時もいきなり来るっていうことは、覚悟しといていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、それでは、今日の新月、皆さん素敵な新月になりますように。いってらっしゃい。